藤原清介は、平安時代末期の公家、歌人。藤原北家松茂流、左京大部、藤原明介の次男。下には、正四にした、太子皇太后宮大臣。署名は、高市長。六条豪須、六条藤家三代。天陽元年、ストック上皇より、父、明介が直前、直戦州、鹿若州の戦州を命ぜられ、清介も、 その補助に当たったが、秋助と対立し、ほとんど、清助の意見は採用されなかったという。その後も父に疎まれ、昇進面で支援を得られなかったためか、40歳代後半まで一回は、15位下に止まった。二条天皇に徴用され、俗死化和歌集を占したが、騒乱前に天皇が崩御し、直戦和歌集にならなかった。92年、父から、 ひとロエえを伝授され、六条藤家を継ぐ。三戸左家の藤原春勢に対抗した。方言元年十四位した。後、太子交代豪宮大臣に任ぜられ、藤原マスコに仕えた。共に仕えた、同僚、平津根森とは弟、茂家と共に親密な交流を持った。多くの著作を残し六条、藤家科学を確立しただけでなく、 平安時代の科学の体制者とされる。公的な場で歌を読むには、古い歌集を見るべきだと言って、万葉集を繰り返し読んだという。歌人として認められてからは、多くの歌合わせの藩者を務め、歌壇を牽引する存在となった。潜在和歌集以下の直線和歌集に89首が、日集歌集に、清助、阿村集が、科学書には、袋草子大義賞。 和歌一事賞などがある、藤原清介阿ソに関するカテゴリー。ありがとうございます。